はい、いよいよお待たせいたしました。したではあ、こちらのコーナーに移らせていただきましょう。須田慎一郎さんプレゼンツ。今週の社会の裏のコーナーでございます。やってまいりました。<noise> さあ、ここからは、おじきこと須田慎一郎さんに地上波のメディアではとても伺い知ることができないあれやこれやについてたっぷり教えていただきましょう。というわけで、<noise> えー、須田さん、えー、今週の社会の裏。 本日のテーマはございましょうか山口組の話もしたいところではあるんですが今日はね関西建設というね日本の大きな闇について話をさせていただきたいなと思いますどういうことかというとですねやっぱりこれ関西電力に関わる問題なんですよあの前回ねこの番組で解放同盟に関するね話をさせていただいて一つの要素としてその解放同盟というねまあ あの関西電力あるいはえ関西地区のエリアが変える闇についてで闇と言ったらいいのかなタブーについてですね、うん、話をさせていただきました、うん、でまあそれ,とそれにも関連するんですけどもう一つの大きなタブーというのがあってですね、うん、やっぱりこの関西検察というものにも触れていかないとならないのかなと思いますよねでこの関西検察って何かというと市、えー、としてですね大阪地検大阪高検を、えー、中心として、うん、まあ まあ大体その関西というか西日本エリアで移動を繰り返している、はい、そういう検事さんたちのですね、えー、まあそういうグループというかまあがあってですね、それを関西検察と呼ぶんですね、はい。だからまあその一つの大きなシンボリックな存在が大阪地検特捜部と言ってもいいわけなんですよ。で何が言いたいかというとですね、一年ほど前にまあ今回の関西電力の問題が明らかになってもともとのえきっかけというのはですね、まあ関西 電力と取引関係にある吉田建設というところに吉田開発かというところに税務調査が入りましてねそこで3億円を超える使途不明金が出てきたこれが元助役に高浜町のですねえ 元条約の方に流れていましたねと、はい、じゃあ、それはどこに行ったのか、これもですねえそこに税務調査に入った際に、手帳が押収されましてね、資料が押収されて、その中にえ関西電力に対すること細かな金品の贈与といったりですかね、が見つかった、トータルで、とりあえず7年間に限定しても、ですねえまあ税務上ですね、事項が切れない、7年間に限定しても3億2万その中に 金廃金貨、押し立て券付きの、えー、まあスーツの記事が入ってた、はい、あれが3億2千万なんですね、<ー>これは明らかになった、えー、さあ、これを受けてどうするんですかということで、社内調査が始まった。 ね、でその中であの、返そうと思った分、返せなかった、えー、お前にも娘がいるんだろう、えーね、反対したら、えーまあ、俺に逆らったら、えー、ダンプでお前の家に突っ込むぞと、同喝されたみたいなところが連綿と出てきてね、でまあ、それ、いいんですよ、社内調査でそういうことを言った人たちが出てくるのもいいんだけれども、でそれがですねなぜか監査会、監査役会で、関電の監査役会で、おおむねこれで、ね、問題なしと。 して、一件落着を図ろうとするという動きが起こったんですね。はあはあ、で、ここでようやく関西検察といが出てくるんだけれども、<ー>その時の、えー、関西薬会を仕切っていたのが、社外関西役の土井隆弘さん、薩、はあ、長土日の日土日ですね、土井隆弘、高原か、土井隆治さんという方。はあはあ だったんですよえ、社会監査役これは関西区会をし切ってるつまりお墨付けを得たんですねこの土井さんからでこの方が実は関西検察のドンと言われている人でもちろん元検察官で加えて退職していろいろ社会の取りあの関西区だったりしてるねあの弁護士やりましたね元検事総長ですよでねこの土井さんっていう方はまあ えー、悪い人じゃないっていうと悪い人なんだろうけども悪いよそりゃ私ねこういうことを思い出したんですよどういうことかというとですね、えーえー、どうですかねあの今から もう20年、30年近く前になるんだけど、糸満事件というのがありましたね、1991年初公判、闇に消えた3000億円というのがあって、旧住友銀行、今の三井住友銀行から、繊員商社である糸満へお金が流れ、そこから闇社会へお金がどんどん消えていったと、それはゴルフ開発資金であるとか、絵画の購入資金であるとか、そういったところにお金が消えていったということなんですけれども。そのの中心的役割果たたしが 一平ちゃんが言っていただいたただ虚栄中氏であるとか、えーね、あるいは伊藤精密氏であるとか、えー、そういった、ね、人たちが出てくるんだけども、一方で河村義彦っていう伊藤湾の社長、はい、で加えて、えー、住友銀行会長の磯田一郎と、<ー>ねえー、このあたりの、ねあのーまあ、人脈がです、ねえー、そういった不正なお金の流れを作っていったとされたんですよ。はい ね、もちろんこれは商法違反っていう形で問われたわけなんだけれども、はい、罪に問われて一部の人は刑に服したわけなんだけどね、えー、これ考えてみるとね、えー、その事件のたたつけっていうのは何かっていうと、はい、住友銀行ってどうですかねお二人方は被害者ですか加害者ですかこの場合のどう思いますお金を糸満に渡して、えー、でそこから闇社会に流れ出たそれはか僕なんかの判定では加害者 普通、会害者ですよね、ところが糸満事件の裁判というのは、あくまでも住友銀行は被害者、一貫してずっと被害者の感じででしたねすよね、騙されたば、騙された3000億円渡すかみたいな、ということだったんだけども、その時にに大阪地検特捜部を指揮していたのが、大阪地検現時制トップですよ、土井隆晴さんだったわけですよ。 そのことがきっかけになって、糸満事件のことがきっかけになって、別に関西検察から検事総長になるということはまれなんです、法務検察のトップですからね、法務省検察庁のトップですからね、大体東京検察の方から、ラインから行くんだけども、まあ、言ってみれば土井孝原さんというのは、糸満事件を仕上げたということが、論告交渉になって、検事総長になった、なるまでいいんですよ、なった後に、体感して何をやったかというと、 住友銀行の筆頭顧問弁護士はあ、ええ、そういう人つまり関西財界の守護神だから関西電力のこういった顧問弁護士というか社外関西役も務めているという人、ええ、最強のやめ犬にうでる方なんです、ね、そう,す、ね、そう関西ではもう誰も怖いもんなしとでその人が問題なーしお墨付きを与えたんですよだから関西電力っていうのは一貫してこう被害者 という立場になってますよねんかこう、糸満事件を彷彿させるような動きになってるんだけども、はあ、じゃあ、このまま、要するにこれは関西検察だけの中で、えー、仕切っているならば、えー、これは事件化しない。えー、ね えー、事件化しないはずだった、はい、ところがですね、まあ、私もいろいろとこの共同通信には文句言ってきたけども、今回の一件というのは、はい、つまり関西電力に3億2000万円の金品を渡したのをスクープしたのは、共同通信だったの、えー、実は、えー、共同通信のスクープ、えー、それ、よくやりましたよ、えー、国税担当、はあねで、金沢国税局からのリークじゃないです。えー、これ本庁からの 国税庁本体からのおそらく情報提供が私はあったんではないかなと、もういろいろ取材してみるとね、金沢、はい、国税局にその、ね、リスクは取れませんよ。 うん、つまり東京主導で今回、この情報が表面化していったとっいう流れがあって、えー、そしてまあ今回、関西電力はこれだけ大きく批判を集めたために、第三者委員会を立ち上げなきゃならなくなって、これ、大阪市、大株主の大阪市であるとか、そういったところからのプレッシャーもあった、その時に第三者委員会の委員長に就いたのが、田崎さん、任弁の田崎と、田崎圭一さん、この方も元検事総長なんですよ。 で、検事総長なんだけども、関西検察ではありません、はい、あの東京検察というかです、ね、<ー>保守本流、はーはーつまりお前たちなんかに任しておけねえよっていうところでね、<ー>うるさがたがついたっていうことを受けて、<ー>さあ、これ、事件が必須っていう状況に。 私はなってきたんじゃない関西電力の件は何らかの形でまあおそらく会社法違反会社法ということは背任特別背任ね増収 y というところにも関わってくるんではないかなと思うんですねそしてもう一点ね時間のに向いて言わしていただくとじゃあこれはですね与党の側にとってやっぱり関西電力 でえー、竹下登さん以降、ですね特に形成会人脈には中曽根さんもそうだったかもしれないけども、えーえー、もう莫大な献金をやってきたわけですよ、個人献金をねあ<ー>、個人献金というよりも、えーまあ、その政治家個人に対する献金をやってきたわけなんだけれども、えーえーね、私ね、ちょっとあることを思い出したんです、それ何かというと、これ、動いてらっしゃいますかね。 1991年に東京都知事選があったんですよこの時 NHK の武田先生の大嫌いな NHK の磯村さんが候補出た鈴木さんというね鈴木俊一さんという現職の都知事を差し置いてそれを指導したのが小沢一郎さん幹事長自民党幹事長だったんだけども磯村さんが負けるという事態になったんです。 はい、で選挙が終わった直後に実は小沢一郎さん狭心症で倒れるんですよ狭心症の発作で倒れて、えー、どうですかね大体23か月療養生活に入るんだけども、うんえー、その時にですね、えー、行ったのが八ヶ岳のですね山麓にある、はいね、あるで宿泊所だったんですね、えー、その宿泊所、はい、でこれ何かっていうとですね、えー、関連のビップ用の宿泊所なんです 秘密要するに、お最初のどこにいるんだって徹底的に、ですねどうも狭心症で倒れたらしいみたいな噂が出てきたときに、それが本当なのかどうなのか、これは本当だとすると、その後の日本の政界に、今とは違ってね、小沢さんの力って絶大でしたから、やっぱり大きな影響を及ぼすということで、取材確認に入った、徹底的に僕も取材に入ったわけですよ。そしてそこにいるらしいってことが分かって、行ってみると、あれ なんででの施設そうすねがっちりもう全然ね説起もできなかったですよ全面的にもう情報も遮断していませんそれしていませんみたいなねところでつまり小沢さんという方は関電によってあのまあなんていうかな特別扱いというかですね非常にですね優遇されたというか。 ウルトラ特別扱いをされてきた人それこそ最高のおもてなしを、ねええ、ずーっとそれは続いてる、<ー>野党、まあ当時は与党ですけどね、えー、野党になってからもその関係は続いてるというふうに聞いてるし、えー、で,、えー、で中にもですね野党の中にも、えー、要するに関連の、えー、労働組合の出身の人もいますしね。えーえー だから今回の件というのは、もちろん与党にも行くと思いますよ、場合によってはね、ただ、そうだけじゃなくて、だから、それこそね、さっき武田先生が思わず口を滑らした森友子さんね、どうも観点のことを追及したいらしいけども、あんたの親分のとこ行くよと、もともとこれは小沢ファミリーですからね、そのこともちゃんとやってねっていうことを、もう一度、もう一添えさせていただきたいと思います恐るべき地雷がね、炸裂するかもしれないんですね、この件はね、さらにさらに。 先生コメントいいはいどうぞもちろんですいやね教育っていうのはさしなきゃいけないんだけど教育すればる人が悪くなんだもうね僕これ悩みでね教育を始めてからね一番典型的に僕はいつも言うのはね卒論つって卒業の時に研究発表するでしょそしたら僕が質問するわけ君これどうっつってそしたら間違ってる時は「すいません」って言うんだよ4年生。はい 大学院に入って2年たったらマスターになってマスターの修士論文発表会あるわけでそれやるとね今度は間違ってるからそこ君の兄って言ったらねマスターって別にスナックとかでやかしてますよあっ分かってる一平ちゃんも勘違いしてたそしたらさその間違いを言い訳するんだよ修士になると修士になるとそれで僕ねそれいつもね名古屋大学ね 終始論文発表会が一番嫌でね、10時から始まって、1時間もいられないの。もうね、我々の教育って何やってんだと。確かに学問的には4年生よりか大学院生の方がいいんだけど、もう言い訳はするようになったんだよ。間違ってんだから間違ってるといえっつってんだよ。研究者はどんなんで今あの菅さんの話聞いたってさ、もう検事の上の方とか、 会社の上の上とかももろくななんんじゃないんですよこれがねど,どういうことかって言ったらね、えー、僕らの教育悪いのかもしれないけど、えー、こう教育して人間がこのくらい大きくなるでしょ、うん、だけど自分の処理できるよりかもっと大きな圧力がくるんだよ小沢、えー、さんに金渡さなきゃいけないとかこれで全部崩れていくの <laughs> だからねもう教育、えー、だからそれはさっきの自衛隊もそうだけどさ、えー、現場でやってる自衛隊員なんて素晴らしいんだけど、えー、上に行くとダ目なんだ これはなんとか教育で解消せんとな大学院の博士まででもそんなにさもうさ先生年取ってきたら教育なんてどこでやるのそういう上の方はそれあっ違う違うだから若いうち若いうちにあじゃもうダメだ上はもうダメ年取ったらダメ強い心魂を持ったああもうね僕ね原子力やってる時さいろんな発電所長と 飯食ったらすすじゃないですか、えー、そしたら相手サラリーマンなんだよ<う>だからサラリーマンの人がね、えーえー、原子力の所長なんかできないんですよ<ー>もういつ死んでもいいっていう気持ちの知らないと<ー>だけど我々貧乏な家から育って、えー、一生懸命勉強して東大入って、はい、それで東電とかそういうところで上の方になってそれで所長になるでしょ、えー、そうするともうそれまでの苦労が積み重なってるわけだよ、うんうん で僕もそういう時あったんだけどさなんか工事中にそのウランの貯蔵のとこにドアッと2メーぐらい作業員が落ちてね、えー、誰かがバーッと来てそれ、はい、で「武田さんどうしましょうか?な」なんとかが落ちましたっつって「うん、どうしてんの?」っていや腰強く打ってって「救急車呼びましょうか?」って言うんだよ。えー、もう救急車呼んだらねもうそれで僕の所長の寿命は終わりなんだよ。つうのは と NHK とか朝日新聞の救急車でわーっと来てね記者会見してもむちゃくちゃ書かれるからねでもう普段からよくゴルフをするお医者さん全部タクシー会社持ってるからそこに頼めば闇のうちに住むわけだ考えたね僕どうしようかなとだからやっぱり本人のため考えるのは救急車だそうそう救急車呼べって言っただけど救急車呼べって言った時に僕は同時にね 今ままでのの水泡にななったたと思いしよ正直だからその時に僕はこういう性格だからちょっと特殊だからねこの特殊言わなくても分かりますご自覚あるんですねあるあるある我々とね自分を反省すると心分かる特殊すぎますけどねそこがあるのがもうう本当に重要大事ですからそれでそう思ったねその時に正直に僕言ったそしたら翌日の朝日新聞にはねその「 僕はあまりに正直に言ったからそのまま出たで事なきを得たんだけどやっぱりね貴族とかあいんじゃないとねだめなんだよだからもちろんそんな階級性がいいってんじゃないけど関西電力の会長とかなる人はねもう言い柄もしっかりしててっていうか言い柄しっかりしなくてもいいのそのどういう時でもね俺たちはスピリットのねえっと王将と餃子の王将はい 餃子の王将とね、フーターズがあるからいいと、それで。うん、いや、いやな,なんだろう、<laughs> その例えは。それは、たまんないんですけど。その例えはちょっと。いや、つまりね、<laughs> そうなんか、どっかの料亭、料亭行ってね、ね女の子とうまいもの食わなきゃいけないって、そう思ってるから、そこから滑り落ちるのが嫌なんだけど。<laughs> 王将の餃子とさ、フータズがあれいいじゃないかとそう、あの、ね、あれですね、じゃあ、料行ってクラブ行くんじゃなくて、王将行ってフータズ行けば、それで満足だと。満足だと。いつもそういう気持ちでいるような人間を育てなきゃいけないな教育は。そこなんだよ。わはい、かりました。はい。もう一品、二品増やして、あなたも怖く、高橋なんか誘われたら断はなきゃダメだよ。いや、だから誘われてませんから、そもそも。そうです。その場合にも、今日からは、 京都王将ですか大阪王将だからもう <laughs> 僕京都王将ってあんまり得ない大阪王将って美味しいよね <laughs> 本当は <laughs> 私もそこまで食べ分けたことないんですから <laughs> ね <laughs> という戻してよろしいですかねではだからはいえっと幹部になる人、えー、ね、えー、日本の幹部になる人は政治家にしてもあるんだない、えー、やっぱり魂が綺麗な人を、えーえー、やっぱり教育は作んなきゃだめなはい そうしなきゃダメだね。ノーブレスオブリジェっていう。うん、やっぱりあの、発電所長も、うん、一生懸命鍛え上げてきた人だと、どうしてもやっぱりさ、はい。踏み切れないと思うね。うん。事実として。その人間ね。ぜひ、ちょっと、はい。あの、アンケートってよ。ああ、大阪王将派か、福王将派か、民民派か。わかりました。わかりました。せっかくこういう機会ですからね。え、では、あ先ほど菅田さんが挙げられ